こんばんは。こんばんは。皆さん、こんばんは。お話し会ありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは。ちょっとですね、先ほどまでちょっと寝ておりましてまたまた寝落ちしておりまして、そう、今に至ります。そう、結構ギリギリまで寝てた。こんばんは。マイハに言われ、あ、ムックです。あ、ありがとうございました。あの放課後ホームルーム、ありがとう、来てくれて。今日あのお話し会にマイハさんのファンの方が何人か来てくださって、あのホームルームありがとうございましたって言って、そう、押し増しとかを使ってね来てくださって、すごい嬉しくて。タナベッチさん、ありがとうございます。差し、ヤスベイさん、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。こんばんは。そう、めっちゃ嬉しかったんですよ。あーちゃん、ハートありがとうございます。カズーさん、星ありがとうございます。だし、なんかお話し会をなあの初めて、てか今日はなあの気になって、あのお話し会来てみましたって方が結構いて、そう、なんか嬉しいと思って、私その気になってきましたとかって言うとすごい理由を聞いちゃうんですよ。え、いつ頃からですかみたいな、こう何をきっかけに気になってくれたんですかとかすごい聞いちゃって、なんかちょっと聞きすぎてちょっと困らしちゃったかもしれないんですけど、でもそういう方が今日は多くてめっちゃ嬉しかったです。ゆしとさん、お疲れ、ありがとうございます。タイミングがあればお話し会、ぜひぜひ待ってます。めっちゃね嬉しかった、本当に。今日ありがとうって、ありがとう、こちらこそ喜んで、いやー嬉しい、やっぱね嬉しいです、嬉しかったです。あーちゃん、ハート、ハートじゃない、バラありがとう。ヤスベイさん、お疲れ、ありがとう。本当に初見です。10、10も8、3、ありがとうございます。こんばんは。初お話し会ちょっと緊張したけど楽しく、ありがとうございました。嬉しかった、覚えてる、ありがとう。ゆうじろう丸さん、尊い、ありがとうございます。今日めっちゃ大人っぽい、え、でしょう、今日まだコーデ送ってなかったんだけど、今日はあのパンツスタイルなんですよ。珍しいでしょ。私ワンピースとかロングスカートとか多めで、あんまりジーンズとか、今日ジーンズ履いたんですけど履かないんですけど、今日は履いてみた。後で送りますメールに。そう、シャツ、なんか長いシャツ。狼岡田さん、ありがとうございます。こんばんは。えひろさん、アイスありがとうございます。ちょっとね、寝起きだからちょっとね声がカスカスしてるかもしれないんですけどカスカス。こんばんは、こんばんは。7000円しず入院中さん、ハートありがとう。こんばんは。かわいいもありがとうございます。お花見、そう、お花見、うん、まあお花見コーデ、うん、まあ、まあ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 お花見コーデということですので、そう思ってみてください。こんばんは、こんばんは。なんかさ、こうテーマを決めるじゃないですか、お話し会の洋服のね。あれってなんか結構決めるのとかって
パッて決まるんですよ。パッて決まるっていうか、テーマを決めるのは簡単だけど、実際にそのテーマに沿って買うってなるとすごい難しくて、そう、なんか割と結構簡単なテーマ、例えばまあ今日みたいなお花見コーデとかって割と簡単になんかね、買いそうじゃないですか、コーデだけど、なんか意外とそれが難しくて、そう、なんかもしかしたらテーマに合ってないかもしれないっていう風に思っちゃうんですよね。でもそう、なんか動きやすいっていうイメージだから、私の中で。こんばんは、こんばんは。だからそういう感じで見てくださいというね感じです。そう、ジーパンちゃんなの。そう、ジーパンちゃんなの。こんばんは、こんばんは。は、羽寺さん、本当に初見です、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。そういえばね、今日パセリからあの写真もらったの写真、あ、違う、サイン入りの写真もらったんですよ。そういえばちょっと持ってきます。ちょっとバッグ持ってきて。なんか机に置いてあったの私の。じゃーん、めっちゃレア感すごくない？なんか周りにキラキラついてんの見て、かわいい、ありがとう、パセリありがとう。だから私もあげたありがとう。尾崎せりかちゃんからもらいました、名前とサイン入りと大好きだよメッセージ入りの写真もらいました。いいでしょ、いいでしょ。なんかさ、後からこのさ横のやつさ、あのくっ付け加えてたんですけど、なんか一気に存在感やばい、なんかこれしい。なんかもっと他のメンバーのやつとかももらいたかったけど、今日は隣パセリで、私そう今日端っこに座ってたから、もらいました。これは飾りたいと思います。こんばんは、こんばんは、やっほーやっほー。なんかいつもこうやってなんかくれるのすごい嬉しい。ご自愛パン完了ありがとうございます。裏山って何嬉しい。お話し会の時突然ファンの人の携帯が鳴ったことありますか？え？どういうこと？ないないです、別に。こんばんは、こんばんは。今日はなんかすごい癖のね強い方が多くてですね、お話し会めっちゃ面白かった。今日は私のお話し会、隣がリコちゃんで、斜め前にリンコちゃんがいたんですよ。もうねすごいカオス状態でしたね、本当に。私とリコちゃんがお話し会終わってから、あのリンコちゃんがねまだお話し会続いてたんですけど、そう聞こえてくるんですよねやっぱ。でもうめっちゃ面白すぎてずっと笑ってたリコちゃんと。そう、私の周りも賑やかだったし、お話し会来てくださる方もすごい、あの
うん、賑やかだった。めっちゃカオスだった本当に。そう。めっちゃでも面白かった。で、そう。めっちゃ楽しかったですでも。もうリコちゃんが本当に面白すぎて本当にやばい本当にやばい。あのツイッター見ましたか？二期生ツイッターのさ、リコちゃんのさ、リコ TV だっけ、リコ TV みたいな、あれ今日撮ってて、そうめっちゃなんかずっと一人でなんか言っとるなとか思って。私机が斜め前だったから今日リコちゃんがそうなんかねずっとなんか一人で言ってた。リコちゃんってなんかずっと喋ってる本当に。今日も朝行った時に、会場行った時にあの朝ごはん置いてあったんですけど、なんか「わあ美味しそうイムニだ」とか言って一人でずっとなんか「美味しそうイムニだ」ってずっと言ってた。リコちゃんって本当に面白い、もう本当に面白い。今日はなんかすごい、今日もすごいね、存在感がすごい服着てたよ。しかも今日あの途中、私途中お昼過ぎぐらいに帰ったんですけど、そのお昼過ぎぐらいに帰るメンバーを見送りしてくれて、リコちゃんがさようならって言って、なんかそうめっちゃ面白かった。リコちゃんめっちゃテンション高くてさ、さよならって言ってみんなに手振って、だけどみんななんかもう無言でアナちゃんとかタムとかもね一緒に帰る人だったから、そうみんな無言でリコちゃんのテンションが高すぎて、うん、そう本当に面白い。そうテンションの違いがねすごくて、リコちゃんはでも反応しなくてもね全然いいの、ずっと喋ってるからこんばんは、こんばんは。おはっこりおはっこりおはっこり。こんばんは、2日間お話し会ありがとう、ありがとう、皆さん2日間ありがとうございました。次多分5月とかだよね、なので次は5月、結構もう先、ちょっと先になるけどよろしくお願いします。うん、今あやぱんへの好きがものすごいことになっておるいいね。そう5月次は次5月1日、5月1日だっけ次。うっかりあんこさんだるまありがとうございます、こんばんは。あやぱんしか勝たん。なんかすごいさ、私昨日 DD についてショールームで言ったと思うんですけど、そのことを今日すごいお話し会で言われましたね。昨日のショールーム見たよみたいな。うっかりあんこさんだるま100個ありがとうございます。
あやパン熱絶賛再再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 ちゃっちゃ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 読めない再焼中っていうのこれ。嬉しい嬉しい。あ次、あそっか次子供の日だ。あどうしよう子供の日の服どうしよう。キルスさんハートありがとうございます。ショーチーさんありがとうございます、見に来てくれて。再熱再燃再熱どっち再燃再熱。読めるって読めるんだって今たまたま読めなかっただけで。こんばんはこんばんは。でももう私は別に特に気にしてないので全然大丈夫。こんばんはこんばんは。こんばんは。今日はチークを塗ってなくてね、塗った方がいいかな。こんばんはこんばんは。久しぶりに見るアイパンめっちゃ可愛いです。本当に。でも最近ちょっと前より大人っぽくなったねって言われることが多くて、そう嬉しい嬉しいし、なんかうん、あーなんか自分でもちょっとは成長してるのかなって思ったらちょっと嬉しいなって思うんですけど。肌綺麗、それは多分ショールームだからそれは多分ショールームだからだと思う最近テンション上がった出来事ってありますか。え、なんやろなんやろうね。お店で、あそう私でもね昨日だっけ忘れたけど、あのコンビニ行ったらね、あのちょっとせ狭かったんですよ。で通り道にあのサラリーマンみたいな方がいて、そうサラリーマンみたいな方が結構このコンビニの通り道を塞いでたんですよ。だから通れなくて、そうすいませんみたいな感じで言ったんですよ。そしたら、あーごめんねみたいな、ごめんねごめんねみたいな感じですごいあいいえと思ったけど、なんかすごい絶対この人今私のことなんか絶対なんか子供扱いしたやんと思って最近そういうのにすごい敏感になってしまって、そうすごく敏感になっています。え、あのさ普通の一般的な一般的っていうか普通のその二十歳、今私の年の二十歳の方とかってさ、あのなんだろう受付の人とか、なんかそういうタメ口とかで話されたりするんかな。普通のなんか人って一般的に私だけなのかな。まあでも二十歳でも大人っぽく見える人とそうじゃない人っているから、やっぱ大人っぽく見える人は普通に敬語とかなんかな。人による、そうだよね人によるよねやっぱそういうの。そっか
ああ、なるほどね。確かに年下、まあ確かにね、年上の人からしたら年下、まあそうだよね。まあそっか、確かにそうだね。あれ、なんだっけ、最近テンション上がったこと、最近テンション上がったことは、なんだろう、最近何があったかちょっと思い出せない。高崎綾子とご飯食べに行ったと。こんばんは、こんばんは。かな。あんまり気にすることではないと思うよって。いや、そんなに、なんか気にしてるわけではないけど。そう、じゃあもう全然もう気にしないことにします。こんばんは、こんばんは。あ、ポンデケージ美味しいよ。美味しい。こんばんは、こんばんは。焼肉食べに行きたい。焼肉じゃなかった、こないだ行ったのは。ステーキのお店。たんですけど、焼肉食べに行きたい。こんばんは、こんばんは。ポンデケージョ買ってみた。おお。食べてみて。食べてみて。結構一つ大きい。あ、でも、そうだね、パセリに会えたことかな。今日も隣に座ってくれて、パセリは私よりも後から来たんだけど、席が空いてたから、座ってくれてすごく嬉しかった。その隣に美穂ちゃんがいて、その隣にさこちゃんがいて、すごく嬉しかった。焼肉を食べるとき、ご飯も一緒に食べる。大体食べるけど、食べないときもあるかも。てか焼肉全然行ってないから、今はどうだろうな、食べるかもしれない。泣いて喜ぶと思いますって。本当？そうかな。なんかね、昨日ね、パセリが私のことをお話し会、昨日パセリ、サヤン、私っていう風に並んでたんですよ、お話し会のね、お話しするその席がね。で、並んでて、パセリが隣の隣にいたんですけど、その隣の隣からこうやって私をこうやって撮影してきたんですよ、こうやって。だから私がピースしたんですね、こうやってわーって。そうしたら、なんかすっごい顔になってて、私の顔がね、なんか結構な変顔みたいな感じになってたんですけど、そう、なんかもう 最初の頃はこういう変顔すら私にしてくれなかったから パセリが、そう、最初のまだ仲よ、ちょっとその仲いい時ぐらいはね、なんか そんな変顔すらもしてくれなかったから、すごい嬉しいみたいな そう言ってて、それはクサって思ったけど ヒデさん、綺麗だよ、ありがとうございます。そう、なんかそんな、でも確かに私はもう心を許した人物には 全然って感じ。もうパセリは全然大丈夫。
そのお写真、そのお写真は NG です、 NG です。そう、距離すごい縮まったと、縮まった。お話し会の席、え、めっちゃランダムです、ランダム、ランダム。そう、なんかさ、割と愛子ちゃんも結構さっき変顔オープンみたい、オープンな感じの人だよね。嫌です、やだ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 。あの、もっとマシなやつならいいんですけど、もうちょっとマシな変顔ならいいんですけど、ちょっとあれはなんかわざわざね、ちょっとさ、写真遠かったからさ、わざわざさ、それをさ、ビヨーンってさ、拡大させたさ、私の写真と2枚送ってきて、そう、確かにパセリの変顔見たことない。パセリとサヤンは多分変顔しないと思う、私は。変顔しないと思う。あの、もし、もしも、あの、罰ゲームとかがあって変顔、変顔ってなっても、あの、ガチな変顔しないタイプだと思う。愛子ちゃん割と変顔多めだった、多めな気がする。私ミニスタジオのみんなとかで撮ってる写真は変顔の写真とか結構ある。面白い、愛子ちゃん。いやいやいや。見たことない気がするな、変顔。お兄ちゃん可愛い、ありがとうございます。まあ確かにね、アイドルだから、そう変顔する方、変顔、え、する、全然します、私は。うん、モノマネ、あ、確かにね、愛子ちゃんモノマネすごい上手いもんね。もしそう、ツーショットとかで、あの、変顔してって言われたら、あの、そんなにガチな変顔しないかも。なんか、まあ、ちょっとはするけど、ちょっとなんか可愛い風変顔みたいな感じするかもしれない。さすがにちょっとツーショット、なんか、め、そう、ファンの方と撮るのはガチなやつ多分しない。だけどメンバーと撮るのとかはしたりするけど。こんばんは、こんばんは。あざと変顔、そう、あざと変顔。そう、拡散のリスク高いって、確かにそう、確かにそう。もう今の時代はもうね、 SNS の時代ですから、拡散されてしまう。カズーイさん、ありがとうございます。怖い怖い。うん、来月アヤパン初ツーショット行くので変顔やだー。まあいいよ、変顔って言ってもね、ちょっといい感じの変顔にするけ。
今日なんか前髪が浮くんですよね。ここ浮いてる浮いてる。え、髪、そう、髪伸びたんよ、めっちゃ。今はちょっと見づらいかもしれないけど髪伸びたしね。ちょっと 量も多くなってきた。またそうなの。あ、今日はめっちゃね、今日寒かった。晴れてたけど、私寒い日に限って薄着着てしまって、そう、めっちゃ寒かった。今日帰りとかもめっちゃ寒かった。もう風に うわーって風に打たれながら帰りました。今日の前髪、うん、48点。私伸びるのめっちゃ早いんですよ、髪。伸びるの早いし量もすぐ増えるからね。安部さん、だるまありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今日風強かった。昨日久しぶりに妹とLINE をして、すごく可愛かったです姉バカ、姉バカ。なんかね、 LINE のスタンプあるじゃないですか。あの LINE のスタンプを買うためのポイントの集め方とかあるのって来たから、そう、私もそれ知らなくて、どうやってポイント集めるのかちょっと知らないから聞いてみるって言って、パセリに聞いて教えてあげた。こんばんは、こんばんは。そしたらありがとうございますみたいなスタンプが返ってきて、うん、妹が反抗期になったら、悲しい。それはそれは悲しい。なんか私の妹は、なんだろう、すごい自分で言うのもちょっとあれなんですけど、すごいいい子なんですよすごいいい子、なんかすごいはっきりしてて、嫌なことは嫌で、すごい自分が好きなことにはめっちゃ、あの、なんだろう、もう熱中するみたいな感じのです姉バカです。なんかあるんだね、そのさ、 LINE のポイントの貯め方みたいな。そう、ちょっとよく分からんかったけど、簡単にポイント貯めようみたいなやつ。いや、妹はそういい子ですね自分で言っちゃう。気が向いたら行く、うん、そうなんですよねでも私結構本当に昔からそうで、友達と遊ぼうとかって言われても、なんか遊ぶ気分じゃなかったら、ちょっとなんか遊び気分じゃ、今日は遊ぶ気分じゃないからいいやみたいな感じの人間でした昔から。ヤドくん、だるま100個ありがとうございます。妹が可愛いのは中学生までやで。まあね、でも確かにね、高校生になったらね、でも妹が高校生とか想像つかないんで。こ
こんばんは、こんばんは。こんばんは。正直に生きる、正直に生きたい、正直に生きたい。私は正直に生きていきたい。こんばんは、こんばんは。正直人間になりたいです正直人間に私はなりたいです。なんかさ、無理し、例えばさ、遊びに行こうってなってさ、嫌なのにさ、いいよって言ってさ、なんか無理に遊ぶのも楽しくないじゃないですか。そう、それも自分も嫌だし相手も嫌だしっていう。正直が一番よね。それな。ワンちゃんのリアクション正直ですけど、その結果ああいうね、悲劇を生んでしまったんですよね。スパイになりきれなかったっていう正直将棋ってなんだっけ、なんかビヨーンってなるやつだよね。私はじゃああれか、あれ、あの、いいえ違いますって言ったらビヨーンってなるのかな。え、なんだっけそれ、ルール忘れた。こんばんは、こんばんは。でもさ、正直将棋の機会あるじゃないですか。あれってさ、信じる？あれって本当なのかな、本物なのかな。じゃあれ信じないんですけどああいうの信じますか皆さん。あれって多分実際のところ普通になんかおもちゃみたいな感じなんじゃないのかな。え、 99.9%、 え、そうなん？ 99.9% 当たるの？え、そうなの？こんばんは、こんばんは。そうなんだ。え、本当のやつ？私本当のやつもなんか偽物みたいな感じかと思ってた。そうなんだ。普通に検査とかでも使われるんでしょ。あ、そうなの？へえ。じゃあもしかしたら当たるかもしれない、うん、え、そうだよね。嘘ついてなくても緊張してたらビリビリしちゃいそう。確かにそれはあるかもしれない。そういうのも多分関係する気がする、確かに。でも私そうだ、ビリビリなったんだった、そういえば。嘘ついて、え、4周年のドキュメントブック見てます。え、もう見れるの？なんで？え、私もあれもらえるらしくて、私のページをちょこっとだけ見せてくれたんですけど。え、あ、それもうみんな持ってるの？
こんばんは、こんばんは。こんばんは。私さ、あれちょこっとだけ見せてくださったんですけど、結構なんか自分のページが、あ、こんばんは、こんばんは。あ、そうなの、もう発売、え、欲しい欲しい欲しい。なんかね、自分のページが結構ボーンってなってて、みんな多分人それぞれみんななんか取材とかも、あのその4周年ブックの取材とかもあったりして、一人一人お話ししたんですけど、そうなんだ、欲しい。リオさん本当に初見です、ありがとうございます。こんばんは。早く欲しいな。私のサイン入りが欲しい。サインって嬉しいですか？嬉しいですかって、なんかできることなら皆さんに本当にサイン私はしたいんですけど、私サイン書くのすごい好きだから、そう、なんか皆さんの持ってるグッズとかにサインしたい、めっちゃ。それで皆さんが喜んでくれるならサインしたいなって思う。本当に皆さんのとこに行って。嬉しい。へえ、そっか。そんな喜んでくれるなら本当にしたいですね。本当に。そんな感じ。なんかそんな自分のサインをこう喜んで、こうなんて言うんだろうね、全然、なんか私のサインですけどっていう感じだから、そう本当に書きたいなっていう。私物サイン会ね、あるよね。メンバーのサインもらったら嬉しいでしょって、まあ確かに嬉しいですね、それは。そういう感じか。こんばんは、こんばんは。サラピが発熱。え、サラちゃん、サラちゃん発熱、熱出てるの？大丈夫かな。こんばんは、こんばんは。めちゃめちゃ綺麗に字が書けるペンと絶対に字を間違えないペンだったらどっち使いますかって。めちゃめちゃ綺麗に字が書けるペン使います。ドキュメンタリーブック一般には4月21日、じゃあもうちょっとまだだね。今はなんか先行みたいな感じかな。ワインも微熱です。気をつけて、気をつけて皆さん、体調には気をつけて。お話し会、あ、そうなの、あら、あら、大丈夫かな。メロンパンにサイン、メロンパンにサイン。じゃあなんかチョコペンかなんかで。今日はお話し会ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。
あ、なんかね、今年は花粉大丈夫っぽいんですよね。あまり自撮りしないですか？自撮り、そうだね。あ、でもするっちゃするけど、どうだろう。結構一回するときにバッと撮る感じかな。こうこまめに撮るというよりかは、あ、撮ろうと思ったときに結構バーって撮ったりとか。ティーライダーさん、星ありがとうございます。体調気をつけてね。ありがとう。皆さんも気をつけて。皆さんも気をつけてね。なんかまたちょっとコロナが増えてきた気がするので気をつけてください。これね、紫なんかな。私の中でピンクだと思ってたんだけど、これ紫なだと思いますか？これピンクじゃない？私はピンクだと思ってたけどね、ずっと。でも紫だね、これ。なんか時々色わかんなくなったりする。こういうちょっと微妙な色とかわかんなくなったりするよね。赤なのかピンクなのか茶色なのかオレンジなのかみたいな。ピンクじゃない？これ。ピンクじゃないか。やっぱ紫だね。そう、淡い色とかね、難しいよね。薄紫に見えます。確かにちょっと薄紫っぽいかも。ナッシュさん、ハートありがとうございます。もうね、皆さん聞いてください。ここの前髪順調に伸びてるんですよ、横髪。早くこれを早くこっちの横髪にしたくて。順調に伸びてきてます。嬉しい。ここだから今ちょっとね、こっちで止めてるんだけど、前まではこれ全部前髪だったんですよ。だからね、だいぶ伸びてきたよ。嬉しい。そう育ってきた。巻き巻きさん、ありがとうございます。桜、どこまで伸ばす予定？どこまで伸ばす予定っていうか、もうこれをもうなんならこっちの横髪に、横髪っていうかもう髪の毛にしちゃいたいぐらいなんですけど、でここでちょっと横髪作るぐらいの、そしたら前髪の量が少なくなるっていう計画なんですよね。そうだからね、もうできるならば結構長く伸ばしたい。そしたらもうこれからここで耳かけできるんで、もう公演の時に。うん、そう、触覚にしてもいいんですけどね。触覚にするならちょっと量を減らさないとね、結構あるから。でももう横もう紙にしちゃっていいかなと思った。っていう感じかな。まあこの成長記録をお楽しみに。意外と結構ね、順調にね、いい感じに伸びてる気はするんで、お楽しみに。お楽しみにって。
観察日記は別につけませんそれは別にいいかな。ショート、あのなんか私たまにボブパンするんですよ。ボブパンしたらね、あのボブパン結構なんかいいねって言われるんですよファンの方に。髪も短いのもだからね。どうですか短いの。私でも結構ね短くするのもちょっといいなって思う。まあできないけどねまあできないんだけど。愛子ちゃんがちょっと髪切ったじゃないですか今で。愛子ちゃんぐらいの長さとかめっちゃいいなと思うんですよね。でも切るとしてもこれぐらい、もし一番短くするってなってもこんぐらい。やったー。マメッチ師匠かわいい、ありがとうございます。安部さんもありがとうございます。お嬢様っぽい、お嬢様っぽくなるかな でもさ、こう切って髪をこう切ってみてこういう風になるかわかんないじゃないですか。もしかしたらストンってなるかもしれないし、まあ、巻いたらこういう風になるけど、もしかしたらボサボサになるかもしれないしそれはちょっとわかんない。マメッチ師匠めっちゃ可愛い、ありがとうございます。本当に本当に。でも巻いたらいいか。前に送った中3ぐらいの頃のプリクラの写真はこんぐらいだった。やじうまさんかわいい、ありがとうございます。嬉しい。こんばんは、こんばんは。前髪好きです。嘘やん、前髪好きですっていう人おるんや私のでもね切れないんですよ残念ながら。多分アーシャのイメージを変わったらいけないんだと思う。アーシャより短くとか。顎の下で結ぶの好きです「ドキュメンタリーブック予約できました」って。おお、ありがとう。早速届くのお楽しみに。アーシャっていつ変わるんだろう。え、わかんない、いつ変わるんだろうね。なんか自分の見たいな、私まだ見てない、わからない。でも多分昇格しても切れるかはわからないと思う。多分その人のイメージとかもあるし、なんかいろいろ確かなんかね言ってたんですよ。そういえば髪の切るとか切らないとかはいろいろまああってわからない。今はでも切る予定はないです。
まあ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 そろそろ終わろうかなって思います。こんばんは、こんばんは。では終わります。わたるさん、花束ありがとうございます。飛ばしてたね、ごめんごめんね。飛ばした方いないかな、ギフト飛ばされたよって方大丈夫いないかな。ではランキングを読みたいと思います。13位みつさんありがとうございます。12位やとくんありがとうございます。11位ギルスさんありがとうございます。10位まきまきさんありがとうございます。9位星野まさきさんありがとうございます。8位まつくんさんありがとうございます。7位ラブリー48さんありがとうございます。6位クレセイジンさんありがとうございます。5位ゆうじろうまるさんありがとうございます。4位お金持ち先生ありがとうございます。3位七千市の入院中さんありがとうございます。2位あーちゃんありがとうございます。1位はやすべえさんです。ありがとう。今日はお話し会もありがとうございました。では失礼いたしやす。さようなら。おやすみなさい。